8月6日の質問は、紙について何らかの概念を持つべきではありませんか。まあ、これはキリスト教徒たち、それからまあ仏教徒たち、そしてイスラム教徒たちと、まあ、三大宗教をはじめいろいろな宗教でね、紙についての概念はみんな持ってるわけです。宗教の方から言うと、宗教団体の方から言うと、紙の概念を定義していますし、経典でね、それぞれの宗教の経典で。で、信徒たちはそれを受け入れて、そうなのかって思って、そういう概念を大切にして信仰をする、あるいはしているつもりになるわけですね。マハラシの答え。ハートにセルフの確知以外の何らかの考えがある限り、これは考えがちょっとでもある限りっていう意味です。その人の心で思い描かれた紙の概念があるでしょう。で、そういう考え事がちょっとでもある限りセルフを確知することはないということです。実家の一つ、考え事の一つでもある限り真実在を確知することはないということなんです。ですから考え事と実家に価値観を置いてラマナ・マハラシに接するのは矛盾しているということですね。価値観を置かないけども出てくるんです。それは皆さんの業ですからしょうがないんです。今生果たして次も果たして価値観がないと思ってこだわらなければいいわけですから、そしたら出て行って出て行っていつか出るものがなくなりますから、出てくるうち 無理やり押し込めても爆発的に出てきますから、プラーラブダカルマ、今発言している思い行動っていうのはそのままね、こだわらなければいいんですよ。すべての考え事を壊滅することによって神の概念さえをも破壊することだけが思考されざる思考無思考、思考しない純粋意識であり、まあ、これは非思量というのと一緒です。道元禅師が非思量と言ってるでしょ、うん、それが神の真の思考セルフそのものですということですね。個人的な考えを全部捨ててしまえばそれは神セルフそのものになるっていうようなことを言ってるわけです。思考にこだわらないでください。言葉の思考にこだわらないでください。神の真の思考ね、英語で The Truth Thought of God って書いてあるでしょ。だから Thought だから考えじゃないかって、そういうふうに考えるんじゃなく、ここでね The Truth Thought of God っていうのは Self Itself っていう意味です。セルフそのものっていう意味です。だから英語がわかるからね、ラマナ・マハルシわかるかって言ったらそんなことないんです、ま、マハルシの教えの内容わかってないと英語の意味を取り違えますんでね、気をつけてください。神の思考ってなんだろうってまた考えるでしょ。それがインディビジュアルソースですって個人の考えですって。だから言葉にねバカにされないようにしてください。あなたは何かを知っている場合、その何かについてのいろいろな概念を持っていると思います。例えば、家族の誰かについて、老若男女のどれどれにあたるとか、体格や性格などについての知識をあれこれ持っているはずです。そのような概念なしに知っているものが何かあるでしょうか。お考えになってみてください。で、考えている間、あなたは神の真の思考を知らないのです。何かについてね、考えている間は、セルフを確知することはないっていうことを言ってるわけです。ですから、思いは手放す。実家から蘇る思いはすべて手放して、実家というエネルギーが、分散無償するまで、払拭されるまで、思いは手放さなければいけないっていうことですね。関わらないっていうことです。出てきても関わらないっていうことですね。そうするとだんだん雲が晴れてきて、セルフの対応、真我の対応だけになるっていうことです。ますます曇ってきてるんです。アメダスの予想でも今週ずっと雨。長期の梅雨みたいなんです。まあそういうことだね。
その次に行きましょうか。